はい、こんにちは、タカです。よいしょ、日経トレンディ特製万年筆が付録、久しぶりの動画です。いやー、ほんと久しぶり。もうね、ほんと最近忙しくて、でこれ昨日発売というか、動画撮ってるのが、そっか、もう12月、6日になっちゃったから、12月4日発売かな？だから、2日前に発売っていう感じか。よいしょと。近所のね、セブンイレブンで、見つけました。日経トレンディ、これ前に、なんだっけセブンイレブンだけが付録ついてるっていう、1冊に1本ついてますって書いてますけどね、他のお店でもあるかどうかが、わからない。表紙には書いてないし、あの、付録万年筆ですっていうのがね、裏は貴乃花だし、でね、アマゾン今ちらっと見たんですけど、アマゾンにもこの1月号付録で万年筆ついてますよとは書いてないんですよね。どうなんだろう、ひょっとしたらこれまたセブンイレブンだけ付録ついてますとか、そういう感じかもしれないですね。ちょっとわかんないです。チェックしてみてください。なんか見たことあるような形してる気がするけどね。開けてみましょう。よし。いや、でもこの本自体面白そうですよね。いいもの200。100均掘り出し物ベスト30とかね。ちょっとこれは読みたい雑誌ですね。はい。というわけで、ちょっとこの形はすごく見覚えがある気がするんですけどね。はい、これ日経ウーマンの付録、いつだろう、これ去年の日経ウーマンかな。具体的な日にちは忘れちゃいました。これ同じですね、色違い。これね、はい、ペン先はイリジウムポイントジャーマニーかな。よいしょ、同じですね。あ、これ洗ってないから多分インク乾いちゃってるよな。ちょっと洗わなきゃ。ずーっと放置してるこれ。よいしょ、ちょっとここ汚れちゃったんだよね。まあいいや。はい、ということで日経ウーマンと同じ形、色違いでした。ここにね、そう、なんかプリント文字をねつけてんだね。はい、というわけで黒のカートリッジが1本。F2 部かな、 M2 部かな、ちょっと M2 部っぽい気はしますけど。で、このカートリッジはヨーロッパ規格ということで、これのコンバーター、
ペリカンとかね、ペリカンシュミット、その辺のコンバーターは使えます。あと中華コンバーターもね、使える。あと物によるかもしれないけど、このタイプ、よいしょ。このコンバーターは使えます。そう、よくこういう付録系の万年筆でね、コンバーター使えるコンバーターは何なんでしょうかっていうコメントもちょくちょく入ってるんですけど、基本的にもう付録でついてくるこの、カートリッジはね、これエルバンとかオート、あとなんだろうな、無印の万年筆もこのサイズですね。カートリッジだったらペリカンもそうだし、まあいろいろ合うのはね多いと思いますけど、日本のペリカンパイロット、ペリカンじゃない、日本のパイロットセーラープラチナは合わないです。気をつけましょうということでね、うん、 OK。 じゃあちょっとこのコンバーターを使っていってみます。よいしょ、ちょっとこの辺いってみましょうか。ウォーターマンの紫テンダーパープル、じゃあロディアに書いてみたいと思います。ちなみにキャップは後ろにまあクッと止まりますね、うん、でもどうかな、バランス的になくてもいいと思います。僕はうん、うん、まあまあ普通に書きやすい、まあまあ普通に書きやすい、ちょっとね、左から右よりも右から左の方が少し引っかかりを感じるかな。うん。あとは下から上に行く時もちょっと引っかかりを感じる。インクが出にくくなるっていうことはないんですけどね。少し引っかかりを感じるけど、これはなんかずーっと書いてれば治りそう、そんな感じです。ちょっとね、久しぶりに使ったウォーターマンのテンダーパープル、うん、少しやっぱりカリカリ感は
感じるかなという感じ。ただ書き心地は全然悪くないんでありだと思います。うん、うん、いやほんと久しぶり、ずっとここ最近家に帰ってなかったんで、まあもちろん動画も撮れないしちょっとね忙しかったんですけど、うん、ね、12月の9日かな発売のモノマックスに、万年筆とねボールペンだっけ、付録がつきますよね。うん、結構みんなそれを楽しみにしてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕も楽しみにしてるんですけどね、それまで付録はないだろうと思ってたら、たまたまねセブンイレブン行った時に見つけたんで、うん、でもこれ雑誌に書いてないからね、ひょっとしたらセブンイレブンだけかもしれないですね。ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。うん、中細ぐらいかな、なんかそのぐらいの感覚ですね。うん、うん、はい。というわけで、これから年末にかけてねちょっと忙しさは相変わらず忙しいんですけど、年賀状の準備もしなくちゃいけないし動画も撮りたいし頑張ります。ということで日経トレンディの付録、ひょっとしたらセブンイレブンだけかもっていう感じの付録万年筆でした。